おはこんばんちは。ちゃんまつ .com です。トミカの道路を入手しました。プラレールとも相性が良く、鉄道模型のストラクチャーとも相性が良い商品ですね。うぷ主は、HO ゲージとも相性が良いと思ったので、今回は、トミカの道路にぴったりの、加藤の HO ゲージの踏切板を、作ってみたいと思います。では、行きまーす。まずは、加藤の HO ゲージのレールの寸法を測ります。それを元に設計図を書いていきます。方眼紙に下書きをして、カットし、折り目をつけていきます。家の近くの踏切を参考にし、踏切板や道路のイラストを作って印刷。方眼紙に合うように切って、貼り付けていきます。組み立てます。裏側に 0.5 ミリの工作用紙を貼って、レールと道路を固定できるようにしています。トミカの道路は、隙間に差し込めるので、長さの調節が可能になっています。これを2個作ります。HO ゲージのレールにぴったりですね。プラレールにもぴったりにしています。線路の中にある踏切板を作ります。幅 1.5 ミリで切ってイラストを貼ります。幅1ミリの方眼紙を、踏切板のイラストに貼って、くっつければ完成です。加藤の HO ゲージのレールと、プラレールのレールにぴったりですね。ということで、全部取り付けてみましょう。どうでしょうか。踏切板が完成しました。HO ゲージの車両は難なく走行しています。もちろんプラレールのレールとも相性はいいです。車両の走行も問題ありませんね。さて、伏線にも対応できるようにしていきましょう。まずは、HO ゲージからやっていきます。方眼紙を適当なサイズで切って、道路や踏切板のイラストを貼ります。線路の高さに合わせて組み立てれば、線路と線路の間の踏切板ができます。あとはたくさん作って、複々線にしてみます。トミカの車や鉄道模型のストラクチャーを出しても問題ないですね。車両の走行に問題なければ、3複線まで増やしていきましょう。なかなかいい感じにできました。あとは、印刷した道路に、一時停止の白い線を貼り付ければ、とりあえず、トミカの道路と HO ゲージが合う踏切板が完成です。次にプラレールのレールにも合うように、踏切板を作っていきましょう。その前に、道路の高さが少し高いので、もう一度、設計図を書き直してみました。方眼紙に、下書きし、切り取っていきます。道路のイラストを貼り付けたり、方眼紙を重ねてレールを固定できるようにしたりして、組み立てていきます。最初に作った道路よりも短いものができました。プラレールのレールにぴったりですね。HO ゲージのレールにもぴったりです。長さは、短い方がスッキリするようですが、この辺は好みで作ってみてください。さて、レールとレールの間の踏切板を作ります。イラストを貼ったり、厚紙をくっつけたりします。少し折り目のついた厚紙を、両側に貼れば、レールとレールの間の踏切板が完成になります。HO ゲージのもでも使用可能ですが、高さや幅を変えてプラレール用として作っています。車両の走行に問題がなければ、伏線用も作っていきましょう。イラストを切って、伏線幅になるようにくっつけます。厚紙はそれよりも短く作って貼り付けて、折り目のついた厚紙を、両方に貼れば、線路と線路の間にある踏切板が完成。直線レールで使用可能ですが、伏線の直線レールや、つなぎ目のところでも使用可能です。あとは、たくさん作って、レールをたくさんつなげれば、複々線の踏切板が完成します。レイアウトの幅が広がりそうですね。車両や車、鉄道模型のストラクチャーを出してみましょう。最後に、加藤の HO ゲージのレールもつなげてみます。いかがでしょうか。プラレールとトミカと加藤の踏切のジオラマができました。完全に開かずの踏切になってしまいましたね。レイアウト自体にそこまでの違和感はないようです。ここまでご視聴ありがとうございます。踏切の警報器や遮断器は、今後、新たに用意しようと思います。踏切板や道路のイラストはホームページに載せておきます。それではまたどこかでお会いしましょう。